京都発最終便ご乗車の皆様、まもなく乗車締め切りのお時間です。Thank you.
昭和50年、1975年頃まで活躍しておりました。活躍しましたのは約100年間ですが、電車や自動車が登場する以前から、私たちを持つ蒸気機関車はセンター機関車と呼ばれ、主要路線、長距離運転などを目的として製造されました。蒸気機関車本体に直接石炭と水を積み込む機関車を軟式機関車。停車台は大正3年ご覧いただきありがとうございました。